Thank you 改めてご挨拶をいたしましょう、えー、おはようございます、えー、明けましておめでとうございます、えー、今日はね、まあの新年の礼拝でタイトルは新しい契約というタイトルこのヘブル人への手紙8章8節から13節でお話をしますがまあ、今読みましたこの箇所は実はエレミア書エレミアの31章 三十一節から三十四節そのまんまを引用したものです、まあ、古い契約の時代のその時に新しい契約が与えられるよというまあ予言としてなんですね、えー、神様はまあ旧約聖書で古い契約を民に与えましたそれがあの旧約聖書 えー、旧約束ですね聖書としてそこに記されていますそして巫女イエス・キリストの誕生それから十字架と復活っていうその新約聖書っていうのは私たちの救いのための新しい契約ということですね私たちはもうその新しい契約の中にすでにま生かされているんですけれどもね あのこのあし新しい契約の中にある私たちそして、まあ、私たちこの教会もセラ・プレイズもその新しい契約の中に今もうあるその中で進んではいるんですけれどもね、まあ、あの教会っていう共同体っていうのかな、まあ、それはあの実はねあのゆ今,朝今朝でしたかねシャワー浴びながらね「こうさあ今日は礼拝ですよ」っていうのとね ああのこうやって礼拝がずっとこう続けてこれてセラプレイズとしてこうじ継続できてるっていうのも大変な恵み祝福だけれどもある意味ですねで、まあ、の1週間にわずか1回か2回ですから12時間ぐらい途中まあお電話をしたり祈ったりっていうこともも,もちろんあるんですけれどもいわゆる。 会うことができるる顔を合わせるさらにねこの1年近くはあの直接顔を合わせることもままならないもうあのそういう意味では時間が本当に共有する時間ってほんのわずかなんですね。でこれはあの教会一般的な教会としてもずっとずっと一緒にいるんじゃなくて礼拝に来てお祈り会で顔を合わせるだから本当にわずか数時間1週間にはね あの仕事だったらば一日に8時間で週で言ったら5波40時間じゃないですけどもそれだけの同僚とは一緒にいるわけですオフィスにいてね。そして家族はっていうとまあ家に戻ってから一応同じ屋根の下で。 12時間以上1日でいうと24時間の半分はまあ一緒にいや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 このコロナの中ではもう24時間同じ屋根の下でほとんど一緒にいてもう長さから言ったらすごいんですね。で血のつながった例えば家族と言っても子どもたちは独立したりそれぞれまた別々に生活をすると。 同じ時間を共有する、一緒に過ごすとかっていうのは本当にだんだん少なくなって数ヶ月に一度であったりそれが一年に一度になったり数年に一度それでももちろん家族なんですけれどもでも教会っていうのはねあのわずかな時間だけど毎週毎週毎週ずっと皆さんとこう 顔を合わせて何か一つの思いもちろん神様があって礼拝をささげてというこう何て言うんだろうすごくはっきりした時間え濃い時間って言うんでしょうかね短いんだけれどもその時もみんなで一緒にこうしているこう時間でこれをずっと続けながら場合によってはまあ多分私たちもねもう 一生続けるって言ってて言いぐらいこの地上に生がある限りはそれこそ私たちはずっとこうやってなんか一緒にあの過ごし続けるっていうの何かもう家族ともまた違うあのここに集まり群れがあって、まあ、それが教会なんだなって思うとなんかちょっとね 不思議な感じがしたっていうかね、すごいなと思ったんですね。そして新しい契約のもとにそれはこうされているんだ。えー、まあ,あの昨年は COVID-19 コロナのその感染のためにね本当に不自由な年でした。でまあ今も続いているんですけれども、外出をすることも食事をすることもまあ旅行も 仕事ももも学校も教会もやっぱり不自由でしたでもマスクを着用してマスクつけてそしてお仕事をテレワークをして学校はオンライン授業があって教会はオンライン礼拝をしてまあたくさんのルールをね積み重ねながらあれはしないようにしましょうねこうしましょうね、えー、そしてそのルールでこう。 コロナを鎮める努力をしてちょっと不便だなマスクずっとかけてるの大変だけどでもそれを受け入れて不自由を受け入れて受け入れて長い長い期間そして今私たちは新しい年を迎えます迎えましたまああの感染の恐れっていうのも今もあってそれとのその戦いがずっとあってで そのために安全のためにルールを作ったんだけどもそのルールによって私たちはまた不自由を作ってしまってその中でなんとか、えー、皆さんで努力してこう来てる、えー、アメリカやハワイハワイハワイやねアメリカっていうのはルールにもこう罰則がつきますからねちょっとあの余計で、えー、不自由です <laughs> やっちゃいけないぞっていう、えー、そして まあ日本は良くても悪くてもこう自主規制をしなければいけなくてねまあそれが欧米と日本の違いですかね。まあ法律的な違いというか社会の作り方の違いがあるんでしょうかね。まあ欧米はアメリカなどではの契約社会契約で。 必ずこうしっかりと決め事をしてそれを守らなければダメですよっていうことで罰則がつくわけですそれは何よりも安全のためですしねえまあこれはあの聖書の私クリスチャンの,その読む聖書の世界観っていうかその思想から来ているかもしれませんよねでまあ生活を守るためより良くするために作られるルールえーそして契約 しかしそれが人々を縛ってしまうものともなるこれも事実です、えー、契約も権利をその守って人を守るものですけれどもねそれがまた人を縛るものにもなるでも新しい契約っていうのは人をこうなんてつうんでしょうかね 人をこう滅ぼしてんっとこう縛っていくものではなくてその一生の神との関係の中で人との良い関係を作るものとして新しい契約がその中で私たち生かされていてそしてこの私たちのこの神様との契約そして私たちとのこの関係っていうのはこうある意味で一生もののように。 短い時間でも確かにそれが続いていくこれが私たちですね新年の第一の礼拝でこの新しい契約っていうのをねもう一度再確認をしまして私たちの新しい年を始めていきたいと思いますえー、まああの今年もまだまだあのコロナのルール守らなきゃいけないこともいっぱい えー、ありますし、まあ、大切にしたいと思いますけれども、まあ、そのルールに私たちは守られると同時でも不自由があって縛られていますがですから私たちもねあの契約っていうかルールを作るとそれに縛られがちですがそうではない今日を見る新しい契約新しい年に最も大切なそのルール新しい契約そこに立ち返って前に進みたいと思います。 決して新しい契約は人を縛るものではないということですよね。まず、第一に、えー、聖書にはね。実はあの契約っていうのは、まあ、あの恵みの契約として実は書かれているんですね。で、今日の8節のところ。えー、新しい契約を結ぶ時が来たっていう言葉があります。まあ、聖書にある契約っていう言葉なんですけれども。 これあの実は言葉としては単語としては2つあるんですねでギリシャ語で書かれた「新約聖書」の中で「すんていっていう、えー、まあ正確な発音でなくて申し訳ないんですが「すん」っていうのがつくとそれはこう一緒に何て言うんでしょうか誰かと誰かの契約それもこの関係っていうのはまあ同じ立場っていう。 でしょうかまあ人が交わす契約っていうのはほとんどこれですね約束を交わすんですですから国と国もそうですけれども条約を交わすっていうのも契約ですしあ婚約とかね結婚なんかもそうですよね人と人がこうお約束してこれ契約といえば契約なんですね。で取引も不動産を買いますとか。 そんなことの中にも全てのことが契約であるんでそれは寸定形というこれは一般に使われる契約でも聖書にある契約例えばこの新しい契約という言葉も旧約新約というその中にある約束契約っていうのもディアいいう言葉が使われていますこれはね一方的に神がです。神がその意思を持って 私たちにこうしなさいっていう通達をしたでこれあの例えば遺言っていうのもこの契約に似ています遺言状っていうのは誰かと誰かで取り決めをして書くものではなくて本人がこうしますこうしてくださいというふうに通達をするそのことでこうなされる、まあ、契約です。えー、か神様は 私たちと相談して契約したんじゃなくて神が契約を私たた、たちにしてくださった与えてくくだだささっっ与えもの。8節から13節のところはね「あの私」という言葉がもちろん主語ですからねあの英語で読んだらば必ず主語がついてて「愛」I って見えてきますけれども日本語だとすごく目立ちます。私 神が、それが繰り返されます。8節、私が契約を結ぶ。9節、私が彼らと結んだ契約。私の契約。10節、私がイスラエルの家と結ぶ契約。私の律法。私は彼らの神。彼らは私の民。11節、私を知るように。12節、 私は不義を許し神が許す私私私、えー、繰り返されますね聖書にある契約っていうのは神様に、まあ、主導権があります神様がされた神が人に働きかけて神と人との関係を良いものにするための契約人が良い方向に向く 喜んで生きていけるように救いの道を歩むことができるように定めてくださった契約契約は恵みの契約なんですねでも古い契約っていうのはね旧説にありますけれども私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約これ古い契約です。 えー、まあ本来は民のためのものであったんですがところがこの契約を民が忠実に実行できなかった彼らは私の契約に忠実でなかったので私も彼らを顧みなかったあの旧約聖書はこの古い契約のそれが書いてあってそれにまつわる神の民の歴史だから実はね執 倍の歴史ですし人間のまあ嫌な部分で失敗を,を繰り返すまあ本性のようなものが書かれているのでまあ旧約聖書ねつらいですね読むとね良いことももちろんいっぱいあるんだけれどもえ立法っていうのが契約として与えられてでもその立法をまあ理解するためにまたルールが追加されていきます。 でルールが追加されると、まあ、コロナのことではないですがあの不自由が増してくるんですね。で結局だからできなくてちゃんとできないことばっかりが増えていって神の契約に忠実ではなかったこれが旧約聖書です。古古いい契契約約です。古い契約は、 この約束を守るるなら祝福するよという神様の与えてくださったものなんだけれどもそれと同時にそれをもしうまくいかないと、まあ、裁きがあるというふうになっていたものです。でもね、まあ、の裁きといってもそれをもし間違えて破っちゃったらばそれを回復する方法も教えているのが契約なんです。 え捧げ物をしましょうね生贄にをしましょうねそして清めてっていうようなことがいっぱい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 積み重なったのが古い契約細かい決まりがあって儀式やいろんなことがこう決められて立法というのがまあいっぱい大きくなったでルールはルールを作るとねそれはどうなんだろうマスクはどんな形がいいんだろう どんんな素材がいいんだろう、えー、全部覆わなくちゃいけないんだろうか花出したらダメよなんていうね、まあ、それこそそういうのがだんだんと積み重なっていくとあのふなんつうんでしょう膨れ上がっていく解釈がこの一つの決まりに解釈がいっぱい膨れ上がっていくとさらに不自由なものになっていく、まあ、簡単に言えばそういう部分があって結局は彼らは私の契約に忠実でなかった。 神様が与えてくださった契約にこう応えることができないそれを守ることができなくて自分の力でそれを守ることができなかったその力がなかった。えー、13節神は新しいもの新しいもの」と言われることによって最初の契約は古びてしまったと宣言されたのです。 そう以前のものこれはもう古いこれを取り下げられたということなんですね、えー。年を経て古びたものは間もなく消え失せます。神は自らが定められたその契約彼らと結んだ契約ユダヤの民と結んだ契約古い契約これを破、ね、棄するんですね。 まあ古い契約もだからいいいらななかったっていう意味ではないではす,すごく長い期間古い契約も存在していてそれによって民は守られてきたんだけれどもでもその時その時に必要な決め事決まりがあるしえ古い契約は目的を果たして今度次に神は新しい契約これでいきましょうこれでいきますよ これが新約聖書の世界です。新しいものその時が来たそれはキリストの救いの時が来たということイエスキリストが救い主この地に来られたイエス様が十字架の,あの上で私たちの罪を贖がなってよみがえられた十字架を信じて受け入れるなら私たちは救われる永遠の命をいただくことができるもうすでに 古い契約は消え去った、新しい契約を結ぶその時が今です。キリストイエスによって新しい契約はもうすでに結ばれているんです。この中に私たち生かされているんですけど、最後にね、この新しい契約っていうのは、じゃあどんなものなんですか何が新しいんですか8節から12節にそれが細かく、えー、書かれています。えー、8節 イスラエルの家またユダヤユダの家と新しい契約を結ぶ新しい契約っていうのはあのわざわざここにイスラエルの家またユダの家この時代にユダヤの国は南北に分かれていたんですね二分されていました北イスラエルと南ユダというふうに、えー、分かれていたんですがそれを 結ぶ新しい契約両方とも一緒にして結ぶ契約何を表しているんでしょうかねあの今の時代もこう見える形で2つ二分されている朝鮮半島もそうですねそれはとてもよく見える形ですがでも今それが非常に複雑に分かれている分断をしている 分断化が進んでいるとも言われていますもうアメリカという自由の国の中でも何だか今2つに分かれています世界中が今そんな状態で何だかあの目に見えて線が引かれてっていうんじゃなくて2つに分かれるようなそういう状態が解決がもう簡単ではなくて人間的な考えとか努力とか力ではもうどうにもならない。 こうそういうい状態が今のところでもあります、えー、イスラエルの家ユダの家という2つに二分されたところも宗教上にも違いが出ていたしもういろいろなことで決して一緒になれないような状態の中ででもここに新しい契約は分断を結ぶものとして両方一緒にしてつまりは新しい契約は人々に 本当の和解なんかこうやってこうやって政治的にどうやってああやってこうやってそういうことではない真の和解をもたらすものとしてその意味ではね今の世界に本当に必要なものこの新しい契約です。そして第2に10節私の立法を彼らの思いに置き彼らの心にそれを書きつけよう」。 えー、古い契約というのは石の板に刻まれましたモーセの十回そしてそれが刻まれたものでしたけれどもねそれが象徴していますが新しい契約っていうのは私たちの心の内に刻む私たちに力を与えられるもの全く違う思いに心に置き心にそれを書きつけるのがこの新しい契約です。 そして3番目11節小さなものから大きなものに至るまでつまり全ての人に開かれているのが新しい契約です。えー、新しいい契約に格差がない、まあ、あの古い契約の時代あの時代にもね宗教者であったりパリサイ人であったり宗教的エリートであったり祭司たちっていうのは、まあ、一般人とは違うぞっていう 風に格差があったんですねそしてこれはまあ歴史の中でずっと同じように今私たちは自由の中に生かされてるんですがこの中でまた違う意味でねすごい格差が出てきています経済的な格差がある教育の格差を受けたくても受けられない格差があって多くの格差がありますけれどもまあ そんな格差ではなくてもう小さなものから大きなものまでというのがこの新しい契約です。救いにあって救いということにあってこれだから救われるこの人はお金を持っているから救われる教育を受けた人だから救われるではなくて誰もが救われるこれが新しい契約です。そしてもう一つ4番目に12節 彼らの不義を許しもはや彼らの罪を思い出しはしないという契約ですすごいですね不義を許すそして罪を思い出さない古い契約の時は人は律法を守ることによって神様と交わることができてそこに救いをと期待をしたわけですでも人は律法を守ることに失敗を重ねて そうするとまた失敗しちゃうのかな不安がありますこう誠の安らぎを得ることができない状態になった破っちゃったら失敗したら裁きがあってああそれじゃいけなくてこうでそういう不安の中だったわけですがまあ人は立法を守ることに失敗を重ねて重ねてきたしかし新しい契約は私たちに罪の許し さらに罪を思い出すこともしないという本当の罪のまことの罪の許しこれを与えてくださる新しい契約、まあ、2020年には2020 20年はね昨年はこうルールに縛られながらもそれでも皆さんねあの知恵を頂い,いて本当に主に守られて えーまあ、場合によっては1年間エネルギーをため込むようにしてこうやってじっとをしながら、えー、来らえた方もあると思いますしじゃあエネルギーをため込んだから、えー、新しい年はロケットみたいにドカーンっていくのか何かねそんな風に例えた方がいたかもしれないちょうどあの高飛びをする時とかねホープステージャンプじゃないですけどもね。 高く飛び時バスケットのゴールをする時も沈んでフォーンっていくような去年はそんな年だったんじゃないですかなんていう、えー、まあそうも考えられないことはないんだけれどもまあでもそう簡単じゃなくて今年に入ってもまだまだコロナの影響もありますしまだじっとこうしている <laughs> えーんでしょうかね。でも私たちは、 もうすす。でにに古いいい契契約約から新しい契約に移されています一気にボーンじゃなくて私たちはもう新しい契約に置かれているイエス・キリストの十字架の血による新しい契約私を許し神の祝福を与える永遠の命を与える新しい契約のもとにこの新しい年を 始めたいと思います